ビブリス科は総使用植物に属する食中植物のトガの一つ。クロンキスト体系では、ビブリス属とロリグラ属の二属を含める。しかしシンエングラー体系、エペジー植物分類体系では、ビブリス属のみからなる、人絵型化とする。ビブリス属は、オーストラリア西部、北部とニューギニア島南部の湿地に自生する創本。3から6種に分類される。葉は、 茎と同様に細長く、表面に密生した毛から粘液を分泌して、虫を捕らえる。見かけは、ロリドラ属や毛線ゴケ科の長場の石持草などに似る。花は紅れない、または白色の両生下でご数生、放射奏症で茎の先に誕生する。果実は、果てで二つに割れる。かつては、ロリドラ属と同じように、 粘着した虫が分解されたものを栄養源として吸収する繁殖中植物と思われていたが2005年になって消化酵素を分泌することが明らかになり毛戦ゴケ化などと同じ新生の食中植物とされた野生のものは減少し絶滅が危惧されるが花が美しいのでよく栽培される俗名はギリシア神話のビブリスにちなむ従来 ビブリスカの分類学上の位置は一定せず、古くはモーセンゴケカなどとの類縁が考えられ、シンエングラー体系、クロンキスト体系ではロリドゥラカと共にバラ目に入れられた。エペジー植物分類体系による系統分類ではロリドゥラカと別にしてシソ目に入れている。ありがとうございます。